回を抑える。さあそして3番手が並走になるか、1番の小林と9番の松岡、残り600の鐘。さあ後方から一気に5番の箱田が上がってきた。5番の箱田が一気に前を叩いていこうというところ、6番の森山も踏んでいるが、4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周というところ、5番の箱田が前に出ました。2番手は2番長沢、3番手には7番の戸部、その後ろには6番の森山、さらには3番の米沢と続いて、この後ろに9番の松岡です。バックストレッチ、さあまくっていったのは6番の森山、これをブロックしていく2番の長沢だが、ここは6番の森山が前に出られるか。5番の箱田も懸命に抵抗する。4コーナーから直線、5番の箱田先頭、追ってくるのは2番の長沢、外から9番の松岡が突っ込んだ、ゴールイン。大外松岡突っ込んだ。